はいえー、皆様、こんばんは、えー。ちょっとあの急な電話が入りまして、えー、遅くなってしまいました。えー、本当にあの、切れるに切れない電話というのも時々ございまして、き、まあ、今日はそういった電話が入りまして、あーっと思いつつも、えー、始められないという、非常にはいすいません。あの、ピッピキピーな。はい、あいあ、えー、今日のワンドームリクエスト FM21 に。 だいぶ前に渡した CD、技術空挺隊に捧げる意味で、えー、黒田勇気の CD より同期の桜、いいですね。えー、同期の桜、あのー、持ってますんでね、えー、今日はちょっと難しいかもしれません。あの技術空挺隊の、はい、参、え、加、ー、されたその月にね、またおかけしたいと思います。 まあ、ということで今日6分ほど遅れてのボギーチャンネル誠に申し訳ございませんあの一部ボギーチャンネルの後2部の、まあ、HK チャンネルがまたありますんでその方もまた合わせてお願いしたいと思いますけど、えー、実は今日私あのはい、えー、非常に風邪気味でございましてあの体温がはい全然上がらないんですよね普段はあのいつも、えー 灼熱のように燃えているんですけど、今日は不思議と体温が上がらずに、えー、あったかいもんずっと食べて飲んで体温を保っている状況でございまして、えー、ちょっとね、あの、体調不良というんですかね。はい。あ、大学を留年した、えー、とうさぎさんですか。どうも。ニラちゃんありがとうございます。徳のタイプ、カータンさん。それからボギー中3人、宮城さんもお見えでございますね。 はい、えー、<laughs> もう今日はね、ちょっとあのちょっと体温低いので、笑えるネタで少し皆さんと体温を上げようかなと思いまして、あどうも勝美さん、ありがとうございます。あの実は昨日、ちょっと放送で日付間違えたんですけど、えー、今度のはい今,度のです、ね、今日はあの先ほど電話でいろいろあったんですけど、えー、今度、 あのまた、はい東京の方にはい私、あの行ってですね、えー、キャスの中継をやることにまあ、なります。はいキャスの中継。えー、っと昨日ね、あのちょっと話したんですけど、その日程ちょっと狂っていまして、あの24日、はい24日ですね、はい24日に。 えー、ちょっと東京の方に参りますんで、後でまた詳しいお話はさせていただこうかなと思っております。はい、あの、本当にちょっと鼻も詰まり気味で、あの、ちょっと声も聞きにくいかと思いますけど、カズさん、肉球さん、えー、それからサ店長の方から、はい、ニ、え、ラ、ー、束いただいております。ありがとうございます。いや、本当に嬉しいですね。はい。あでも本当に最近、ちょっと天候がね、不順で、 私の大好きなじりじり焼ける暑さがないもんですから、はい、あの体温をやっぱ上げないとだめでございます。さて今日、初っぱなからこういった映像をお見せしておりますけど、まあ、これは皆さんもよくご存知の辺野古の、はい、辺野古のですね、違法テントのえトイレの案内板でございまして、はい、あのちゃんと書いてあるんですよね。はい、トイレ、トイレット。 はい、アメリカ人にトイレットって,って通じないと思うんですよあの、アメリカ人はレストルームと言うんですけどねあの、トイレットっていうのは日本だけじゃなかったですかね、皆さん。ね、宮城さんあの、基地の中はレストルームって書いてますよね、トイレなんて書いてないと思うんですけど、まあ、それとあと、辺野古の抗議活動には、外国人は来ていないって強弁する。 連中もいましたけど、外国人が来なかったら、こんなしてわざわざハングルで書く必要ないですよね、そうです。はい、えー、ホワイトさん、太田さん、その通り、意味不明な言葉、参加国,国語ですね。はい、このような感じで書かれております。今日はこのね、はい、そうですよね、はい、トイレは便器、英語ではレストルームですね。はい デストルームですねわかりました。ありがとうございます。今日はこの話題を <laughs> 中心にですね、ちょっとお話をしていきたいと思いますけど、早速ですね、あのー、高江の、はい、北部訓練場近くの N1 ゲートというところに救っている活動家の皆さんが、えー、昨日から大発狂しております。<laughs> 大発狂 N1 テント、トイレの撤去がありましたと。まあ、以前 N1 裏テントというねいわゆる社民党系、はい、社民党系の極左、えー、テント中にあのハングルのテントまであったところなんですけどあそこはもう今、えー、山城弘治が逮捕そして、えー、あのいわゆる、ね、有罪判決出てからはきれいさっぱりなくなっているんですが。 えー、この N1 の表のテントここは共産系の人たちなんですけどはいなんと撤去されたらしいんですよねはい昨日の夕方から今日の早朝の間にテント椅子などの備品はい、トイレの強制撤去がありました、えー、写真はテントがあった場所、えー、先ほど米軍によってされたことが判明しましたということでございまして いやーなんかねえさまみっていうことであのここもともとあいつらのあの汚らしいテントがあったんですよで中にあのいわゆるあのトイレまで設置してあったんですけどここはあのいわゆる米軍のね演習場っていうことでその敷地内なんですけどそこの一角を勝手に 彼らが草を刈ってですねテントを張ってたんですけどものの見事にはいもの <laughs> の見事になくなっちゃいましたねはいそして彼らはそのね亡くなったテントの代わりに慌ててまたこのように仮設テントを建てたということなんですけどあの、私はっきりと思うんですけどあの、 日本側は一体何をしているんだろうと思うんですよね。あのに沖縄に駐留している米軍がですよこのように自主的にあの違法なテントを、ね、さっさと片付けるのに、ね、主権国家である日本がこれを、ね、何か年もやっぱり放置しているというのはこれ私、どうかななんて思うわけなんですよ。あの特にに海側のテントにっては10年。 上のテントに立って4年ぐらいもうなるんじゃないですか ?4 年かね、そのぐらいあの。米軍は本当にやると決めたらもう、有無を言わさずにこうして片付けます。片付けて、何一つ残さないんですよ、こうしてね。ものの見事ですよ。だから、やつらはもう、米軍に返してくださいってお願いするしかないんですよね。 はいまあ、それに懲りずにまたすぐテントを建てたっていうことだからよっぽどあの頭に来たんだと思うんですけどまたやられますよ、これだったらねやられないために見張りを置いておくんですか今度は見張りごと持ってかれたりして <laughs> そうですねあの太田さんあの北部国道事務所に至って私が前にこの、ね、あなた方はもう警告をして2年も3年も放置してるが どういうことですかっていうことで、まあ、尋ねたら県民感情にちょっと配慮をしていつこれを撤去するかは、えー、申し上げられませんということでいや県民感情というかいわゆるねあの左翼活動家とマスコミに忖度してるとしか思えないんですよね本当に異常すぎますそういった中で、えー、今回このように一気にあのテントを没収した まあ実はこの、はい、詳しくは言えないんですけど、<laughs> 米軍が自主的にあの撤去したっていうのは、別件でも何件かあるんですよ。彼らも恥ずかしくて表に出せないだけで、あります。はい。言えませんけど、あります。はいある。あの件とあの件は米軍がやってます。間違いなく。はい。私たちのせいにされましたけど、違います。あれ、米軍がやってます。 はい、詳しいのはちょっと申し上げられませんけど <laughs> さて今日はですね、まあ、トイレに関する話ということでこのねあの公園で起きた話をしたいと思いますこのね公園は、えー、普天間基地の大山ゲートの近くにあります有効園ここはの米軍専用施設でございまして、えー、それを米軍が友好の,のために自由に使ってくださいということで開放している 公公園園でで結構綺麗な公園なんですよね奥に見えるのが、えー、我々が大好きな、はい、400g ステーキで有名なマイハウスでちょうどね右手の奥の方あのテーブルが見えると思うんですけどその横あたりに実は実はですよ、はいえー、この公園でアウああする活動家のための 実は簡易トイレが置かれていたんです、はい、レストランのすぐそばです、皆さん。あのコンクリートの椅子とテーブルがありますよね。あれのちょうど横、あたりにそれが置かれておりました。いやー、すごいというか、なんというか、なんでそういうことになったかというと、やっぱり理由があるんですよね。はいまあ、これはあの今も消されてますけど、 えー、彼らのブログはいブログをこういうあの文字で残っております、えー、座り込み現場に設置していた私たちの仮設トイレ、えー、18日米軍が台風対策と言って基地の中に <laughs> 持って行ってしまいました、えー、その日のうちに沖縄防衛施設管理課から連絡があり 台風が去ったら米軍に元の位置に返してもらうことになったはずですがいまだに返されていません。22日には防衛局を通じて米軍との調整を行いましたが米軍はこの広場は提供施設内であるのでそこにトイレを戻すことは トイレを戻すこととはしたくないとでどうなったかと言いますとはい、えー、普天間爆音訴訟団が宜野湾市基地障害課と交渉し広場横の市道にトイレを一時保管させてもらうよう調整しそこにトイレを返すよう米軍側に伝えましたが <laughs> 彼らは <laughs> 返してくれませんでしたと <laughs>。えー 5時以降は米軍との調整はできない月曜日に改めてという防衛局の担当職員に島田団長が納得できないなぜいつも米軍の言いなりかと詰め寄る場面も米軍は速やかにトイレを返しなさい現状を回復しなさいそして <laughs> 基地も <laughs> 返しなさい <laughs> リターン・アワ・ブータ・ポッティ トイレを返すといやもう切実な言葉が紡がれておりますけどこの島田団長いやー島田団長すごいやる気満々ですよこうしてね <laughs> 実は <laughs> この方牧師さんなんですよ皆さんはい。 あのキリスト教の牧師さんでございまして、あのー、まあ、これもね、いや、本当にもう。そうです。あのキとさ切実のおまる返還請求ということでございまして、俺たちのトイレを返せ返すまでここにとどまるぞと言って、ね、家と仕込めた大人がですよ、リターンアワプータポッティー返せって言ってから。 はい団長です。いやー、まあ、スペルも間違ってるもんね、ともかく、あの、この、プラカードに、トイレットロールをぶら下げてるっていうのかも <laughs> いやー、もう、本当にこれね、もう、腹抱えて、笑いましたよ。ね。あの、<laughs> リターンの、スペルがまず間違ってる。<laughs> アワ・プータ・ポッティー。ね。<laughs> これ,これ、アメリカ人に聞いたらですよ、おまるらしいんですよね <laughs> お<丸笑>お。おまる俺たちのおまるを返せということでございまして、えー、返すまでここに留まるぞということで、狼よ。 いや、サングハートさんナイスでございます。笑いすぎて、鼻が詰まってきましたね。いや、本当にひどいもんでございます。もうね、こういったことを平気でやるような人たちなんで。はいとにかく、下の世話に関しては、もうでたらめでございます。それともう一つ、あ, <laughs> <laughs> あの、もう一つ有名な、 はいトイレ事件、これでございます。<laughs> 画面いっぱいに広がる異周いや、異周ではなくて <laughs>、はい、えー、これはかなり手が込んでるんですけど、あの辺野古の、はい、キャンプ・シュワブゲート前に救う極左活動家たちが作った、えー、 いわゆる自家製の男子用トイレでございます、男子用トイレ。いやー、風でついついひらりと開いてしまった中身が非常にシュールでございまして、あのー、基地の中の排水、その排水がですよ、雨水があのこの溝を通って、えー、辺野古の、はい、下水を通って川に流れていくんですが、その排水路にですね、はい、 排水路にあのに材を渡しましてそれに壁を作りビニールシートをかぶせてですねはいアンカーを打って飛ばされないようにした上で、えー、男子用トイレと称して勝手に設置をしておりました、まあ、これはあのテントから歩いて大体3分ぐらいのところでまあ結構妙、ね、あの方が多い中やはりトイレに行くのは、えー 遠いところじゃやっぱり間に合わないんでしょうねということで近くにこうして勝手に作っちゃってですねそれもこれ米軍基地の敷地内なんですよはい敷地内これもですねあの実は我々のこのトイレを見つかりまして私たちが名護の環境衛生課防衛局 はい、それからあちこち電話しましたよ、いろんなところに。いやー、ね、これ、どうなったかと言いますと、当時、名護の姿勢は、まあ、革新姿勢だったんですけど、あの大腸菌うよう、海に流すつもりかっていう言葉が聞いたのか、<laughs> 早急に対処しますと、で、防衛局の方も、分かりました、あの対応しますっていうことで、これ これ誰が片付けたと思います実は、米軍が片付けたんですよ <laughs>。はい。これも米軍が片付けております。つまり、米軍敷地内ということで、まあ、米軍がこれを取り壊してですね <laughs>、あのあっという間に更地に変えてしまった上に、ここにあの活動家たちの車が入れないように。 車止めまで起きまでき <laughs> もう、もう <laughs>、そうですね、あさき店長、お墓でしょんべんしてるのもいました、あれ、確か、サンゴハートさんが写真撮ったやつだと思うんですけど、あのね先祖伝来のお墓にしょんべんかけてる活動家のじいさん、撮っていましたけど。 ああいうことを平気ででやる人たちなんですよね、まあ、これを撤去された後どうなったかというと、えー、実はこの近くにあの森の中みたいに入っていけるところがありましてガードレールの隙間から、ね、あの森みたいなところに入っていけるところがあるんですよ実はそこに今度は垂れ流しのトイレを作っております 中に入ったことありますけど、本当にしょんべんくさい。いやー、本当にね。<laughs> もう、もうトイレの羽根させたらもう大変ですよ。それと、辺野古では、えー、このずっと下の方にあります辺野古のダムがあるんですけど、ここはあの簡易水道の取、ね、水池なんですけど、そこに。 あのしょんべんをしているところを地元の人に見つかってですねあの言い合いになったすると活動家曰く薄まるから大丈夫だということでいやー本当にねこの辺野古に来ているこのよそ者活動家たちのこの下の世話まあ、辺野古のみならず普天間にしろね高江にしろあの下の世話っていうのは本当にはしたないね もうこれを見ても、あの衛生観念もないし、ね、モラルもクソも何にもないと、ね、クソどころかもう垂れ流し状態ということが、これではっきり皆さん分かったかと思いますけど、いや、本当に投げかわしいですね、まあ、こんな人たちのために、えー、70年以上前に先人の方々が本当にねあの、戦ったのかと思うと、なんか涙が出てきそうな。 気がしますはい。ということで、えー、今日は前半トイレのお話でございます。まあ、現在、えー、辺野古には2つの、えー、コンビニがございますが、あのー、実はあのー、F がつくコンビニ F がつくコンビニはもう買い物もしないでトイレばっかりね入る活動家に号を煮やしましてもう来ないでくださいと。 こう、はいう活動してる人たちはトイレここを使わないでくださいっていうことでもう大々的に、はい、あの主張しまして今活動家の皆さんこの F の付くコンビニは全く寄り付かないトイレも使えないその代わり大繁盛してるのがあの L の付くあのコンビニでございましてもうそこは、はいえー、なんか大会とかがありますと。 もう妙齢のね、あのじいさんばあさんたちが列を作って並んでいるとあの、買い物するために並んでるんじゃないです。トイレに入るために行列をするということでございまして、いや本当にみっともないというか、なんというか、まあ、近くの公共施設まで、えー、ね本当は中の見学者用のトイレなのに、えー、見学はしないでね、トイレだけを使うっていう。 ことが、ね、頻発しまして今では、えー、トイレだけのご使用はご遠慮くださいって髪まで貼られる始末、えー、地元のレストランでも、えー、食事は全然取らないんです彼らは、ね、食事全くやりませんあの実は仕出し弁当彼らの味方をしているある企業の仕出し弁当を食べてるもんですからあ食堂でねそば食ったり野菜炒め食べたりしないんですお金落とさないんです なのにトイレだけは使うということで、この、ね、食堂からもトイレだけのご使用はお断りしますと、ご遠慮しますではない、お断りしますと言って追い出されてしまった。まさに、えー、ランチ難民ならぬトイレ難民というのが、まあ、辺野古の極左、えー、活動家たちの慣れの果てでございまして、いや、そのためか、まあ、トイレ送迎者は大繁盛ということで、えー、ございます。その トイレ送迎車の名前は自分たちで愛の送迎車というふうに名前を付けておりますが、まあ、我々にはトンスル号というね浮きを付けられておりましていやーしかしこのトンスル号一体誰が燃料代とか税金とか保険代払っているんですかねすごいですねはいということで今日はトイレの話でございました でもう一つ皆さんに紹介したい記事が実はあります。まあ、今からそうですね、5年か6年ぐらい前の記事なんですけど、これぜひ皆さんにちょっと見てほしかったんですけどね。はい。これ、実は浦添の前田というところですね、前田。 前田と言いますとあの前田高地という激戦地がございますでいわゆる白草立地その白草立地からさほど離れてないところなんですよねいわゆるこの白草立地のところをねあの取ったり取り返したり血みどろの戦いをしてる頃、えー、その白草立地にね向かう兵士たちが、まあ、立てこもっていたのがこの前田というところでございまして。 まあそこが、えー、実はこのね、区、え、画、ー、整理をやったところ、剛が見つかりまして、その剛をね、掘っていきますと、その奥から、えー、このような姿の皇、えー、軍兵士の方々がまあ見つかったということで、まあ、ございます、はいえー。激戦語る無言の証人、浦添前田の剛跡。 完全遺骨3体を発見ということで、えー、ございまして、はい、前田から京塚にかけての一体は沖縄戦の激戦地とされ豪の跡や不発弾遺骨の一部が複数発見されているがまとまって発見されるのは、えー、珍しいということでございまして、はいえー、これですね磁気探査をするとなんかそこにあるっていうことで。 そこを掘ると出てきたということなんですがあのこのねご遺骨、まあ、見ての通りお一人は、えー、頭の後ろに腕を組んだ状態のまま、まあ、見つかっておりますで左側の方は横にね眠った状態で発見されておりますがそのねあの横に眠ったその足とね手の間には、えー 歩兵銃が挟まっていたということですねそしてもう一人は奥の方で大の,の字になってまあ眠っているっていうことで、えー、これはあの多分この前田の激戦をですよ、まあ、戦って、えー、しばしの休息をこの剛の中でま取っているところをねその剛の真上に、えー、爆弾が直撃をしましてもう動く 間もなく、ね、そのままの姿のまま、まあ、生き埋めになった豪 <laughs> 軍兵士の方々と。はいいやーこれ本当にね、そうですね、ダプテンさん、あのまあ、説明ではあの,の真上に、えー、結構大きな爆弾が落ちてそのまま、はいえー、生き埋めになったということでね、まあ、これを見たときにすごい。 あの心がやっぱり痛みましたしかしこのまんまねその当時、えー、頭の後ろに腕を組んだままの姿で見つかるなんてねいや七十数年ぶりに太陽の光をね、まあ、浴びた、まあ、ご栄誉の方々今のねこの日本の手たらこを見て本当にどう思ってるんですかね、まあ、こういったご遺骨がまだ沖縄にはね まだまだたくさんあると思うんです。見つかってないだけでね。まあ、区画整理しちゃうと、あちこちでごを見つかりますよ。<laughs> まあこの、ね、ご遺骨がその後どうなったかっていうのはちょっと聞いていないんですけど、まあ、所属部隊とかそういったのがはっきりしていれば、ご遺品とかでね、あの家族のもとに帰れたのではと思うんですが、 まあ、このように命を懸けて、まあ、沖縄を、ね、守るために戦っておられた人たちがいるのに、まあ、犬死にとか沖縄は捨て石だったというような言ってる人たちがいるっていうのは本当に悲しいですしこういった戦いのさなか不本意にも惨劇されてしまったご英霊からすると今こうしてね自分たちの亡骸を見る人々が無駄死にだったとか。 沖縄で石だったんだよというのを見てどう思うのかというと、ね、本当にフロムジャパンさんおっしゃる通りこんな日本で本当に申し訳ないというふうに思いますそうですね、先店長このようにあの軍服なども見つかったということですから多分あの識別表認識票っというのは見つかったと思いますけど、まあ、こういったものの追跡報道というのは沖縄ではほとんど39、まあ ですよね不思議なことにまあ、でもこのようなねあの見つかったご遺骨はもう徹底的に調査をしてあのご家族ご遺族のもとにやっぱり返してあげるっていうのが一番の供養だと思います。はいクジラさん沖縄にはまだまだ見つかっていない、ね、ご英霊の方々いっぱいいますし不発弾だけでも2,000トン以上埋まってるって言われてますよ。はい そしてこのような形ではなく本当に粉々になってね沖縄のまあ土になり、まあ、砂になっているご英霊の方々もやっぱいらっしゃるわけですから、うん、ぜひ皆さんこの沖縄に見えられた時はその足元にご英霊がそのまま眠っているというふうに思っていただいてですね、まあ、ぜひ手を合わせられていただきたいなと思っております。 ということで、えー、本日の一部、ホボギーチャンネル、これにて終了しますが、二、えー、部は、はい、あの皆さんの大好きな HK 仮面さんが、今日も思いっきり弾けてくれると思いますんで、えー、ぜひ、あのその方もご視聴いただきたいと思います。 で私の方はちょっとねあの、体調よろしくないので、2分の方ちょっとお休みしますけど、今日うはあのタカさんと HK 仮面が思いっきりドッカンとやってくれると思いますんで、まあ、私のいない分、皆さんの方でぜひサポートしていただきたいと心から、えー、お願いをし、一部ボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。えー、皆さん、最後までありがとうございました。